1905年の SPGB の最初の年次総会グレートブリテン社会党。現在は約150名が党の選挙に定常的に参加している。2005年に SPGB は映画キャピタリズムアザーキッズスタッフを制作した。社会主義者の一部から期待されていたベネズエラの強権的社会主義体制についても社会主義ではないと批判している。 ありがとうございます。